ボラマはソマリランド北西部の都市。この付近の商業中心都市であり、ジブチやエチオピアの国境とも近い。人口30万人でソマリア北西部で最初期に自治を回復した都市の一つである。ボラマの行政機構は複雑である。国際的にはソマリアの一部であり、アウダル州に属する。しかし、ボラマを含む周辺一帯は1991年に、 ソマリランドとして事実上独立している。さらに、ソマリランドの中でもボラマのあるアウダル州はアウダルランドとして独立の動きがある。ボラマはアウダル州の中心都市であり、教育に関しても州内で主要な役割を果たしている。例えば、アムード大学はソマリア内戦後初めて昨日再開した高等教育機関であるイーロ財団によるイーロ。 アメリカ大学もある。ボラマには中学校が6校あり、アリ・ジョーハル中学、ハッサン・アルダレ中学の2校は、古くからあり、アルアクサ中学、ウバヤ・イブヌカーブ中学、アルヌール中学、シン・アムード中学の4校は新設である。ボラマには老者向けの学校である、ボラマ老学校もあり、小中学校の家庭を受けることができる。この付近に他に、老学校はないので、 アウダル州外からも生徒が集まっている。ボラマは、丘陵地帯にある。周囲には、草原があり、カゼル族、鳥類、ラクダなどの野生動物が多く住む。レースホテル町の生誕にレースホテルがあり、その近くに、シェラボラマホテルがある。ケープタウンホテル、ハラワホテル、ナシモホテルが中心部にある。その他、ボラマホテル、マディナホテルがある。アウダル州で、 唯一の空港、ボラマ国際空港がある。この空港には、ソマリアの初代教育長官アデンイサックの名が、完成られている。乗り入れているのは、ジブチ航空、ダール航空である。ハルゲーサ、ボサソ、ブラオ、ガルカイオ、モガディッシュ、ジブチ、アディスアベバ、ドバイ、ジッタへの便がある。ありがとうございます。